球練習入門編。今回は下回転に対する基本打法を身につける卓球練習を紹介します。卓球では下回転が来る率が非常に高いので、下回転を返す方法として2種類あります。それが1つが突っつきという方法で、下回転を下回転に返す方法、それと下回転をこのドライブを立てて上回転にして返す方法と2種類あります。下回転をドライブする練習についてはミスも多くて難しい練習だと思うんですけども、卓球練習で行うことで、数多く連続してドライブすることや、ミスしても関係なくまたすぐドライブが連続してできるので、早く身につけることができると思います。それでは実際にやってみましょう。これは下回転を下回転で返すという突っつきという技術になります。で、今はフォアをワンコースで突っつきで出しながら、返すという練習です。そうですね、弾んですぐを取って、なるべくちょっと回転をしっかり自分でかけながら、下回転を強く切って返せるように意識をしましょう。ちょっと強くこう擦って、自分の回転をしっかり下回転をかけて返せるように、練習します。これは、バックサイドで、突っつき下回転を下回転で返すという練習になります。はい、これもバウンドしてすぐを取るようにしましょう。あんまり上げすぎると、切りづらくなってしまうので、弾んですぐをしっかり自分の回転にして返せるように、意識しましょう。ラスト、はい、これは下回転を今度上回転に自分でドライブをかける練習となります。
っぱりスピードよりも回転を優先してしっかり自分の回転がかけられるということを意識して行います。でしっかり回転がかけれるようになったら徐々にスピードを上げていくようにしてます。で打点が一番高いところをしっかり打つようにしましょう。打点を下げすぎないように注意してドライブをかけていきます。はい、これはバックハンドで、ドライブをかける、練習です。下回転を上回転にして返す技術です。そうですね、これは必ず自分の体の前でしっかり打球できるようにしましょう。弾んですぐもちょっと難しいんですけど、上げすぎても難しいので、自分のこのタイミングとリズムで打点をしっかり自分の前で打てるように意識しましょう。腕の使い方は前腕を使って、打てるとボールがしっかり、鋭く出るので、大きなスイングよりも小さく鋭く意識していきましょう。これは動きながら自分で下回転をしっかり打てるようになるために練習をしてます。はい。はい。しっかり打って次動いてからもう一回しっかり打てること、この打つ前にちょっと自分で待つ準備がしっかりできてからドライブするっていうのを意識して練習しましょう。それとあと打点を下げすぎないこと、できるだけ高い位置でしっかり取れることを意識して練習しましょう。はい、ラスト。